はい、こんにちは、パーカッション高見です。今回はシンバルの上に何かを乗せるアドオンについて特集していきます。最近のドラマーでシンバルの上にね、何も乗せてない人いないんじゃないかっていうぐらい、まあ、流行っておりますよね。これ一時の流行りかと思いきや結構長く続いている、もうそれスタンダードになりつつあるんじゃないっていうところでございます。まあ、知らない方にとってはね、何それっていう感じだと思うんだけども、まあ、こういう普通のシンバルがございまして、この上にまあ、こういったものを乗せるというやつですね。でこれドラムセットを演奏するプレイヤーに限らずですね、もはやパーカッショニストにとっても必須のアイテムであると言っていいんじゃないかと思っております。はい、例えばですね、まあ、こういったシンバル、パーカッショニストであれば結構手で叩くっていうことあると思うんですよ。このシンバルをね、手で叩いてクラッシュさせる、鳴らせるってこと結構あると思うんですけれども、まあ物によってはね、ほとんど聞こえなかったり、このアタック感が出なかったりしますと。いったところで何かこういうね、ものを乗せる、アドオンすると、まあこうアタック感を出すことができるんですね。で、当然これ乗せるものによって音がいろいろと変わりますので、まあ今回は僕のおすすめを中心に、こんなの乗せたらよかったよっていうのをね、中心に、まあこういうの乗せたらいいんじゃないっていうアドオンの紹介をしていきたいと思います。はい、まず僕の一番のおすすめは、こちらです。なんだかわかりますか？ボールチェーンなんですけども、これカバサのチェーンですね。カバサのチェーンをこういう風にかけると、まあ、要はシズルっていうことなんですけれども、まあ、これをかけることによって、これザーッというね、シズルの音が得ることができるというやつでございます。まあ、こんなの当たり前じゃんと、普通じゃんという感じだと思うんですけれども、これ。カバサのチェーンの何がいいかっていうね、輪っか状になっているっていうことなんですね。なので、まあ、簡単にこの長さを調整できたりしますし、このボール自体にですね、結構質量がありますから、このアタック感は欲しいんだけど、あんまこのシズル特有のずっと響いてるジーっていう音がずっと鳴ってる感じがない方がいい場合はね、この重さが結構重要で、このシンバルの響きをいい具合に抑えてくれるんですね。はい。なので、これ持ってる方はね、一回やってみてください。大変おすすめです。あと、カバサを複数種類持ってる方は、まあ、ものによってね、このチェーンの長さが違ったりしますから、こう、2個、3個、重ね掛けしてしまうと。まあ、僕いつもこれぐらいかけてるんですけど、ちょっとまあ、これぐらいね、ワイルドになりつつ、あんまこうサスティンがね、残らないという、特にハンドパーカッションなんかと合わせるときですね。まあ、みたいな感じで程よくね、アタック感は出しつつ、あんまりこう響きすぎない、まあちょうどいい具合なんですね。スプラッシュシンバルだとちょっとアタックだけすぎるなっていう時に、もうちょっと響き欲しいんだけど、あんまり響きすぎて欲しくないみたいな時にちょうどいいんじゃないかと思います。はい。でこのチェーンの巻き具合とかね、重ね具合でこの響き具合は調整することができますので、これはね大変おすすめです。はい。のでまあ持ってる方はぜひやってみてって感じですね。はい。では続いてはこちらです。まあ、これは有名だから知ってる方多いと思うんですけども、マイネルのチングリングというやつですね。ゴムのような薄い輪っかに、シンバルのジングルがついてるというやつですね。まあ、これをこうシンバルの上に乗せる、かけるといった感じで、このまま叩くと、まあ、この鈴の音が聞こえるってやつですね。でまあ正直これはね、あんまりおすすめじゃありません。はい。まあこれいろいろ YouTube とかでもね、映像演奏を見ることができますので、気に入ったら使ってみてっていう感じなんだけども、まあ正直ね、これ載せたからって言って、まあどうってことはないかなっていう感じ。まああえてこれ使わなくてもいいんじゃないかなと思ったりします。はい。で、特に、いいシンバルを使った時には、まあこれを載せることでね、もう完全にこのシンバルの音色っていうのを損なってしまいますので、まあ、なんでしょうね。まああえてのこの鈴の音が欲しいとね、言った時なんかに使うといいんじゃないかと思います。で、まあ僕の使い方としてはですね、例えばジルジャンの K スイートっていうシリーズがあるんですけれども、これ結構薄いんですね。はい。まあこういう薄いシンバルと相性がいいのかなと。
この反応具合がちょうどいい感じになったと思いませんか？はい、まあ程よくトラッシーで、鈴の音もちょうどよく聞こえてっていう感じになったんじゃないかと思います。こうすることによってみたいな感じで薄いシンバルであればですね、この、まあ、シンバルのキャラクターを残しつつ、この鈴の音が、まあ、程よく聞こえてちょっとトラッシーな感じになるっていう効果が得られますので、まあ、こういう使い方だったらいいのかなと思います。つまり、まあ、この K スイートに限らずですね、各シンバルメーカーの中でもとりわけ薄いモデルにこのチングリングを乗せると、まあ、ちょうどいい感じになるのではないかなと個人的には思います。はい、全てのシンバルにこう万能にね使えるというわけではないので、そこだけご注意っていう感じ。あんまり想像してたこの響き具合にならないなっていうことありえますので、まあ試せるなら試した方がいいですね。はい、じゃあいっそタンバリン乗せたらどうかというところですね。まあこれはこれでありだし、こうやってるドラムの方結構いますよね。ただまあこれね、手で叩くとかスティックで叩くときに邪魔ですよね、はっきり言ってね。ちなみに音はどんな感じかっていうと、まあこんな感じになると、まあ、存在感はありますよね。ただね、結構ね邪魔ですといったところでございますので、まあ、どうしてもね、これチングリングとかない、とっさのねこうセッションなんかでこういう音欲しいなっていう時に、その辺にあるタンバリンを乗せるといいんじゃないかと思います。はい、ただあんまりこれ重いタンバリンだとなりませんので、軽いこういうのはね安物のタンバリンの方がね相性がいいかなと思いますね。はい、で似たようなところでこういうのありますと。はい、これ何ですかって気になる方ね多いと思うんだけれども、これはですね、オルガバテリアというメーカーのこういうスネアの上とかにアドオンするタイプのジングルなんですね。でこれ菊谷ミュージックさんにサンプルとしていただいたものなんですけれども、これスネアとかに乗せるよりもですね、こういう穴あきシンバルにこうちょっとこのパーツをね引っ掛けるような形でこうセットしたらめっちゃいい感じになったっていうやつなんですよ。はい、この穴にちょっとねこのパーツが引っ掛かった感じになっておりまして、音はどんな感じかというと、まあ、こういうトラッシーかつちょっと鈴の音が鳴るっていうね、これなかなか良くないですか。はい、まあ、このオルガバテリアさんってあんまり手に入らないものだと思うんですけれども、今結構ねどこのメーカーでもこういった太鼓の上に乗せるタイプのジングルって出してると思うんで、こういうちょっと強気なやつっていうかいっぱいついてるジャラジャラしてるやつをこういう穴あきシンバルとかに組み合わせるとすごくトラッシーでいいですよっていうおすすめでした。はい、では続いてはこちら。まあ、パーカッショニストだったらね、おなじみだと思うんですけれども、セミーアっていうね、木の実ですね。これも結構ね、やってる人多いと思うんですけれども、これをつけるとどうなるかっていうと、まあ、こんな感じになりますと。このセミーアの音を楽しむというよりかは、まあ、どっちかというとね、このシンバルの音を、サスティンを極力短くしたいという時に使えるんじゃないかと思う。とにかくアタックが欲しいといった感じね。これ乗せないと、まあ、こんぐらい響いてるわけなんだけれども、これを乗せると、まあ、当然この質量で、まあ、程よいところで止まってくれるっていう感じですね。でこのセミアもですね、当然シンバルとの相性っていうのがあります。僕いろいろ試した中では結構トラッシーなサウンドのシンバルと相性がいいんじゃないかなと思います。はい、これイスタンブルメメットのオラシオ・エルナンデスシグネーチャーモデルのシンバルなんですけれども、これちなみに何も載せない状態だと、
まあこういう割とトラッシーで明るい感じの音で、これアドオンするとまあ、このトラッシーな感じとアタック感だけが残る、響きを、消してね、アタック感だけが強いシンバルっていうのを作ることができますので、この組み合わせはね結構、使いどころが多いというか、こういう音欲しいよという方ね結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、そういった場合は割と薄手のトラッシーなサウンド、まあスプラッシュの径が大きいのでもいいかもしれない、まあ、そういうのにセミアを乗せるとこういうサウンドになりますので、ぜひやってみてください。はい、最後はアドオンというよりかはスタックシンバルと言われることが多いんですけども、まあ、シンバルの上にシンバル乗せちゃおうっていうやつですね。はい、これハンドパーカッショニストにはすごく有用で、要はこういう、まあ、サスティンが、ありつつもトラッシーなちょっとノイジーなね音を得ることができますので、特にこうなんかと組み合わせて叩くときにアタック感が欲しいなと、なんかこうアクセント欲しいなっていうときにまあ、みたいな感じで、まあ、スティックが使うことができるのであれば、このシンバルが乗ってない部分と乗ってる部分でね、こう音色のチェンジをすることもできたりしますので、これかなりね使い勝手がいいと思います。まあ、ただしこのサイズが合えばっていう感じです。この下のシンバルのねカップが大きすぎるとか、この乗せるシンバルのこの傾き具合っていうんでしょうか、乗せた時に、まあ、ちょうどこの隙間がね埋まる重なるサイズを選ぶ必要がありますので、例えばこういうカップが大きいシンバルに乗せるとですね、まあ、こういう風に浮いちゃうことがあるんですね。でこれ浮くとどうなるかっていうと、まあ、こういう邪悪な感じの音になります。さっきみたいなねトラッシー感が得られませんので、ここにね、隙間ができないぐらいのものを選ぶといいかなと思います。まあ、こういう邪悪な音が欲しいという方はね、あえてこのずれてるものを選んでも OK です。まあ、これは定石ですけれども、こういうちっこいシンバル、スプラッシュシンバルとかにチャイナシンバルを重ねてもいいですよね。まあ、チャイナのスタックっていうことなんだけれども、まあ程よいトラッシュ感とチャイナ感を得ることができるといった感じです。これチャイナシンバルだけだと、まあ、いわゆるドラの音っていうかゴーンっていう感じだと思うんですけども、結構このサウンドって本当に超アクセントっていうかとっておきのタイミングでしか使えないと思うんだけれども、アドオンスタックすることによってまあこういう程よいスプラッシュ感、チャイナ感、トラッシー感をね得ることができますので、これまあ定石ですけれども非常に使い勝手がいいので、まあ、気に入ったらやってみてください。はい、というわけで今回はシンバルの上に物を乗せるアドオンについて僕のおすすめを中心に紹介しました。まあ、当然ねこれだけではありません。いろんなアイディアがあると思いますので、あ、これ乗せたらどんな音するんだろうとかね、これとこれ組み合わせたらどんな音になるんだろうっていろいろこう試行錯誤を考えるのも楽しいかなと思いますので、ぜひね、興味があったらやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので概要欄の再生リストからご覧になってください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、同じく概要欄を見ていただいてメンバーシップ入っていただきますと大変嬉しく思いますのでよろしくお願いいたします。また毎週日曜日には YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。